はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は絶対に受けた方がいいクエストを紹介していきます。ここですね、娯楽島ラッカランのメダルオーナーの部屋。そこにいます、クラノッホという方がいますので、話しかけてください。そうしますと、クエストナンバー19。メダルオーナーの開墾、これを受けることができます。やっていきましょう。次に向かう場所がここ、キラキラ大風車塔外観ですね。周りをぐるぐる歩いてるとこういうキャラクターがいます。話しかけてください。風車塔で話しかけましたら戻ってきてください。ラッカランのメダルオーナーの横のキャラクターですね。そうするとメダル交換ができるようになります。これかなり重要ですよ。はい、ということで今日はクエストナンバー19、メダルオーナーの開墾クリアしてみました。ものすごく簡単なクエストなんですけども、キラキラ大風車塔での、レノホは黄色のサークルがね、表示されないんですよ。どこにいるかがちょっとわかりづらいので、まあ、とにかく、風車塔の周り、ぐるぐる回って探してみてください。羊風のキャラクターがいますので、そいつに話しかければ OK です。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。